6コースから6号艇坂口隆彦と第10レース枠なり4対2のスタイルです。スタートしていきました。角から5号艇の寺芝が好スタートを見せていますが、一周一マークに向けては1号艇先行、5号艇まくり差しに切り返していきました。2番が差して向こう正面抜けていますが、トップ争い2号艇と5号艇の接戦、インコースが2番の吉島、外は5番の寺島です。その後方1番6番そして4番3番となり、1周目2マークへと向かいます。スタートは前提正常でした。2号艇の吉島が先に2マークを運んでホームスレッジに戻りました。トップ2番となり、追走3、4艇進定間がいた5号艇、第10レースの予選特勝、先頭2番吉島降臨、2着5番寺島、3着1番鶴本。